あなたは、今、不満ではないが、満足もしてない。どうもことがうまく運ばないな。そんな風に悩んでいませんかどうも、カとちゃんと申します。僕は、人に自分の意見を発信することで、人の現状をよくできる、コーチに憧れ、そして最終的には、どんな辛いことや悩みがあっても、 物事を追求する。自分の目標などに向かって追求する。そんなかっこいい人たちの溢れる社会になったらいいな。そう思って発信活動をしています。今回は、あなたが不満はないが満足もしてない。どうもうまくいかない。そんな状況をたった10秒あることをするだけで変えてしまう一つの方法についてお話をします。あなたは今、何か、 満足はしないという以上、なんか不満を言いたくなることもあると思います。うまくいかない。なんでだ。そんな風に不満になることもあると思います。僕は実は3ヶ月で63万円を失った経験があります。突然ヘビーな話になりましたが、口座にあった63万2000円というのが3ヶ月で2030円まで減りました。全財産2030円になりました。2016年2月のことです。でも、 そんな状況から早がってきました。今もこうやって発信活動できています。元気に活動しています。では、その時に使った方法とは何なのかそれが、口と10と1の使い方です。口11です。あなたは今、不満があって何かを吐くと思います。吐く。でも、この吐くを、同じ口11でも、叫ぶに変えてみてください。叫ぶです。これ、誰でもできるのに、ほとんどの人はやっていないんですね。 不満なの白で終わってしまっています。でも、叫んでください。<coughs> 僕は、現在さん2030年になった時、もちろん不満ばかり入ってました。なんでだと。俺なんか悪いことしたかと。そんな風に。でも、叫ぶに変えてみたんですね。叫ぶとはこれ心の叫びです。本当の自分の理想。これを、叫んでみてください、本当に。 そんなバカなと思うかもしれませんが、事実です。叫ぶだけで変わります。でもこの叫ぶ時に一個,個だけポイントがあります。いつもより目を1.5倍見開いてください。前を見た状態で。なぜこれが効果的かというと、目を1.5倍いつもあなたは今開いてもらうとわかるんですが、1.5倍開くと胸を張ってしまうんですね。思わず。胸を張るってことは、ネガティブなこと言えないんですよ。目を1.5倍見開いたら、 本当にネガティブなこと出てこないっす。だってこれで、ああ、うまくいかないなーこういったらすごいバカみたいじゃないですか。すごいバカになるんですよね。これを利用するんですね、逆に。ポジティブになります。それでは今すぐ、えー、目をいつもの1.5倍に開いて、不満を吐くではなく、先読みに変えてみましょう。それではありがとうございました。失礼します。